はい、ODS の堀です。はい、ODS の特徴の一つとして、関節を若返らせるっていうことです。はい、80歳以上ぐらいの、患者さんになると、首全く動かない、もう棒のようになっています。背骨も動かない、腰椎も動かない、本当可動域もすごく少なくなってます。で、まだ僕ら、まだ20代、30代、40代ぐらいまでは、まあ首とか動くようになる、胸椎も、まあ治療によってね、手技によって動くようになるんですけど、80以上になると、脊椎が石灰化を起こして、頚椎症とかね、もう骨と骨がくっついてしまう、椎間板もなくなってる状態なんで、こう、無理やりこうギッとかしたら絶対骨折するんですよ。そういう状態を防ぐために、まあ、40代、50代のうちから関節を動かすような施術を常に心がけています。はい。で、最初にどこの関節が固まるかというと、だいたい20代、30代の若い人でも、一番動いてないのは、この後頭骨。後頭骨でこんな検査をするんですけど、後頭貫椎関節、この部分ね。これが動かない人が多い。で、20代、30代の人は、頚椎は自然で動くけど、後頭貫椎関節が固まりやすいですよね。で、また、2番目に固まりやすいのは鎖骨。鎖骨も全く動かなくなる。その原因というのが、後頭貫椎関節がこういうふうに曲がらなくなるんで、鎖骨もこういうふうに下がらなくなるんです。だこの2つが結構若い人多いんで、だいたい肩こりだとか頭痛がある人は後頭貫椎関節とか鎖骨が動いてない。でも頚椎は動いてる人が結構多い。結構頚椎可動域多いですからね。そういう意味で、関節の可動域を良くすることによって関節の老化を防ぐ。また減空というのも、これも、肋骨を呼吸とともに一緒にこうね、動かせるように、この肋椎関節も動かしていくみたいな。で、年を取ってくると、胸郭自体が、肋骨が広がって、どんどんドラム缶の体型になって、呼吸も浅くなるという。だから関節を動かすことによって、筋肉も柔らかくなるし、関節を動かすことによって、筋肉も柔らかくなり、体全体が若返ってきます。はい、おいでさん、おいでした。